仙北高速鉄道、仙北高速鉄道株式会社、仙北高速鉄道は、大阪府下で流通センターや、仙北高速鉄道線を運営している会社である。本社は、大阪府泉渋木屋5丁目1番1号、泉中央駅内にある、南海電気鉄道の子会社で、純、大手私鉄に分類されている。2014年6月30日までは、 大阪府などが出資する第三セクター会社で大阪府都市開発株式会社と称し、工術大阪府都市開発株式会社とそのグループ会社を合わせてオートックグループと称していた。鉄道事業は戦北高速鉄道線として南海高野線の中本駅から分岐して泉中央駅までを営業している。大阪府は 戦北ニュータウンへの連絡路線建設にあたり、大阪市交通局、御堂筋線、四ツ橋線、千日前線、近畿日本鉄道、南大阪線、日本国有鉄道、阪和線、そして地元を走る南海電気鉄道の六つのルートを検討した。その結果、輸送能力に余裕があり、営業エリア上でも問題がない南海電気鉄道に、新路線建設を打診することとなった。 しかし南海は、1960年代後半に、立て続けに大事故を起こし、当時の運輸省、現国土交通省から厳重注意を受けていたため、新車両の購入や、線路の復旧などへの投資を最優先しなければ、ならなかった。また当時は、河川電圧の600ボルトから1500ボルトへの、昇圧、南馬駅の改良、高野線の河内長野以南の伏線化、 南海本線の点火者や遺難の高架化など、複数の事業が計画されていた。そのため、多額の投資が必要で採算が当分見込めない、新路線の建設にまで手が回らず、やむを得ず、大阪府が既存の第三セクター会社、当時を活用して、鉄道運営に当たることになった。また、本来の事業として流通センター事業を行っており、 長距離を走る大型路線トラックと市内を走る小型周廃車を中継する役目などを持つトラックターミナル荷物の一時保管を行う流通倉庫などが併設された流通センターを下記の2カ所に有している。また、泉佐野市で関西国際空港発着の航空貨物との中継を行う物流拠点として設けられた臨空国際物流センター。 リルセンターの運営会社にも出資していた。2004年、リンクータウンに、所在の、全日空ゲートタワーホテル大阪の、経営会社ゲートタワーホテル株式会社の、経営不振や、その親会社の、第三セクター、会社リンクーゲートタワービル株式会社も、ストム超過状態に陥ったため、2005年4月に、経営会社は、特別生産、親会社は、会社構成法を申請。 大阪府主導で大阪府都市開発参加に大阪ン空ホテル株式会社を2004年11月29日に設立しゲートタワーホテル社の負債を切り離した上でン空ホテル社へ無償で施設と一部の未就金を譲渡させ従業員の再雇用を行い2005年2月1日より経営を引き継いだ当社は大阪府などが出資する第三セクター 大阪府都市開発株式会社として1965年に設立された。2008年4月、当時の大阪府知事、橋本徹が大阪外環状鉄道と共に大阪府都市開発の大阪府の保有する株を放出する意向を明らかにした。この動きに対し南海電鉄が株式の取得に意欲を見せた。しかし、売却には他の株主との調整が必要な上に、 大阪府都市開発は府に対して年間1億2000万円の配当を出す黒字企業であることから、府議会から異論が出ていた。2009年4月9日、大阪府は知事の橋本徹を本部長とする戦略本部会議を設置し、大阪府都市開発の分割民営化を行う方針を固めた。しかし、2010年9月17日、府は 採算性の低い鉄道事業を収益性の高い物流事業で補う方が経営が安定すると判断し、鉄道事業と物流事業など、鉄道以外の事業を分割せず、一体のまま民営化することを決めた。2013年6月6日、大阪府は大阪府が保有する株式一括売却の公募を発表。 2013年度内に売却するスケジュールが示された。大阪府以外の株主も同一時期、同一価格で売却するとし他た株主保有分を含めた売却総額は670億円を見込んでいた。2013年11月、アメリカ合衆国の投資ファンドローンスターが優先交渉権を獲得し、781億400万円で売却されることになった。 しかし、売却先が外資系企業だったということもあり、この動きについては、沿線住民から異論が出た。堺市議会では、2013年12月4日に、開かれる本会議で、市民の利便性を考慮していないと、理由で、大阪府に対して、株式売却の白紙撤回を求める決議を、公明党、自民党など4会派が、共同提案する方針を示した。また、 橋本が代表を務める大阪維新の会の堺市議団もこれに同調した。そもそも今回の問題は株式の売却先を公募することで始まり、最終候補として南海電鉄とローンスターの2社が残った。ローンスターは株式の買い取り価格が南海電鉄よりも約60億円高かった。ローンスターは戦北高速鉄道との乗り継ぎ運賃を10円。 値下げし、65歳以上に対しては、乗車賃を半額にするという提案をしていた。一方、南海電鉄は、乗り継ぎ運賃を80円値下げする提案をしていた。仮に2013年12月時点の運賃から80円値下げされれば、南波泉中央間、27.1km は540円になる。ちなみに、南波泉中央間と、 ほぼ同程度の距離である南馬河内長の間 27.5km の運賃は540円2013年12月当時である。そうした中、仙北高速鉄道の沿線にキャンパスがある手塚山学院大学、プール学院大学、桃山学院大学の3大学が南海電鉄の他の路線と近郊の取れた運賃設定とし、 通学定期券の大幅値下げの実現を求める松井、一郎知事宛の要望書を大阪府に提出する形で、ローンスター側への売却の動きに対する不快感を示した。三大学の学生は、通学に、戦北高速鉄道を一番よく利用しているが、運賃や通学定期券の割高感に不満を訴える保護者の、声が依然として根強いという。また、大阪府が、 ローンスターへの株式売却を正式に決定するためには大阪府議会の議決を得なければならないが、その大阪府議会では2015年の統一地方選挙を控えており、大阪維新の会に所属する議員からも沿線住民の反対を押し切ってまでローンスターへの株式の売却を強行採決するのはいかなものか。いや、そもそも先週地域は南海電鉄のエリアなのだから、 株式の売却は、公募ではなく、南海電鉄との随意契約でも良かったのではないか。といった意見が出始めていた。2013年12月5日には、堺市と同じく、仙北高速鉄道の沿線自治体である、泉市でも、大阪府に向けて、堺市議会と同様の趣旨の決議を出すことに、市議会の各会派が同意。12月11日の市議会本会議では、 ローンスターへの売却は、鉄道事業の安定的な経営や安全輸送に危惧があるとして、交渉相手の再検討を視野に、鉄道利用者の利便性向上、大幅な運賃値下げ求める決議案を全会一致で可決した。大阪維新の会所属の議員が、欠員を除いて、過半数55名を占める大阪府議会では、同年12月16日の年、 住宅常任委員会及び本会議で大阪府都市開発の株式売却に関する議案の採決を見、午前中に開催の都市住宅常任委員会では大阪維新の会から沿線地域、堺市南区選出の三つ城、三木広明府議が反対に回ったことから、この議案は反対多数で否決された。午後に開かれた本会議では大阪維新の会所属議員のうち、 密城、西京市、堺市中区選出、奥田浩二、高市市選出、中野正氏、大阪市住吉区選出の4名が、議案に反対。その結果、反対票53、賛成票51の反対多数で否決された。なお、大阪府では、前日の採決前に、府議会で議案が否決された場合には再度公募、実施する意向を示していた。ただし、 少なくとも一年程度の準備期間を要する上に、今回と同等以上の条件を提案するものが再度、現れるという保証はないとされていた。結局、松井は2014年2月21日開催の大阪府議会2月定例議会で、大阪府都市開発が発行する株式を、随意契約によって750億円、全株式数800万株、一株9375円、 大阪府保有分367.5億円、その他の企業保有分382.5億円で、南海電鉄及び子会社、関連会社7社に売却する方針を表明し、同年5月15日に売却契約が締結され、7月にも売却される見通しとなった。その後、2014年6月6日に、大阪府議会で出されていた、売り払いに関する議案が可決されたため、 2014年7月1日に、その他企業保有分を含め全株式が譲渡されることになった。これにより、同日から第3セクターで亡くなるため自治体名を含まない、戦北高速鉄道株式会社に社名を変更し、同時に南海グループの一員となった。戦北高速鉄道線開業から、しばらくの間は、車両保守業務を南海電気鉄道に委託していた。 こともあり、南海側が同時期に導入した車両を基本とした車両を導入していた。3000系への台車に開業時の車両100系と同形式のものを採用したり、南海の新車導入が堺自直波制御車の8200系に移行してからも3000系の増備を継続したことから、車両管理庁のコストダウンを常に念頭に置いていたことが伺える。また、南海に 全面委託していた時代は、南海高野線のみの列車、三日市町以北のみにも使用されていた。しかし、5000系以後は、南海車の影響から脱し,したオリジナル設計車となり、5000系における電気指令式ブレーキの採用、7000系の制御装置におけるイベット素子の採用、7020系の車内における停車駅案内表示用、液晶ディスプレイ採用などから、南海よりも、 積極的に新しい技術を採用している。南海の技術基準に合わせて、開業以来、モーターは三菱電機、制御装置は日立製作所制で統一されている。南海電鉄と共通設計の車両、一部の属は東急車両製造、横浜市と後見の総合車両製作所横浜事業所が、千北独自設計の車両は川崎重工業。 神戸市が製造している。南海グループ市が愛車化の後、大阪府都市開発が所有していた電車を譲り受けした、ほか、特急、千北ライナー用の12000系が新造された。1999年から2017年まで、大阪府立大型児童館ビッグバン会館を記念して、館長の漫画家、松本霊児がデザインした道館のイメージキャラクター、ベアルト、 メローが車体に描かれた5000系の特塗装車を運行し、熊ンとも呼ばれていた。2009年6月には、同館開館10周年を記念し、ハッピーベアルという愛称が公募で付けられた。ハッピーベアルは2017年10月1日で運行を終了し、翌10月2日から7000系の特別塗装車、フロンティア号が運行を開始した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。